モデルである、永純圏不用鎮。不用鎮は、1987年の中国映画。監督は、社進む。古花の同名小説が原作。不用鎮は、文化大革命期の混乱を生きた若い女性のシンクに満ちた人生を描き出した映画である。1980から1990年代に、現れた、小混ドラマの一つで、同期に受けたトラウマを描く。 映画は、上海映画作成所により制作された。この映画は、中国湖南省小生都茶族名王族自治州、栄順県の陳の一つ、大村陳を、ロケ地に撮影されたが、これにより有名になった、大村陳は2007年、なお不要陳に変更した。文化大革命直前の1963年、中国、湖南省の南にある、小さな町、不要陳。 気量よしで、気立ての良い小玉音は人気者で、夫婦で営む、米豆腐の店は大いに繁盛していた。玉音の元恋人で、当院初期のはじむ万光や、福音軍人で、米配給主任の谷燕山も、玉音を支えてくれる。昼も夜も、夫婦で、必死で働いたおかげで、店を新築することもできた。しかし1964年、四世運動のため、当から、 政治工作班が送り込まれ、反体制者や資本主義者を追求、槍玉に挙げ始めた。班は、独身女性の陸にかに引き入られており、それを手伝う大和社者は、飲酒癖のために土地を失った貧能である。党の大会で最初に攻撃されたのは、民謡収集や党への批判を理由として1957年の、反右派闘争の際に、五類分子と断じられ、皆に下げまれていた。 新書伝であった。ついで玉音夫婦もシンブルジョア分子として吊るし上げにあってしまう。玉音を親戚の家に避難させても国家の追求はやまず、夫婦は家も仕事も財産も失い、はじむ初期や谷主任も攻撃の的になって自己批判を強制される。親戚の家から戻った玉音は夫のはじむ経験が国家の命を狙ったとされて、 死んでしまったことを知らされる。1966年に文化大革命が始まると、玉音や、書伝だ,だけでなく、陸にかも、偽物のさはさらに、身持ちの悪い女として激しい攻撃にさらされる。一方で、王は、文革の忠実な戦士ともてはやされ、支部初期となっていた。玉音は、書伝と共に、街路掃除人へと追いやられ、他には叫びたりに、 はじむは玉音を裏切ることで生き延びようの秘書に、なっていた。書伝は自らどうけて見せ、玉音をかばい、その嘆きを受け止め、看病もしてくれた。復権した国家と王の密会に気づいて、少々のいたずらをし、ささやかな復讐も果たす。絶望の底にいた玉音に、もう一度米豆腐を作る気力を取り戻させたのも、書伝であった。玉音は、書伝の荒野都市。 結婚の許可を求めるが、登場総部は不吉な白い追恋を書か,かせる。涙を流す玉音に、書伝は考え方次第だ。とにかく二人は夫婦と認められたのだと気づかせる。二人の結婚式に列席してくれたのは谷だけであった。しかしこの結婚は国家の不快を買い、書伝は懲役十年の労働刑に、玉音は懲役三年のところ執行猶予で、 不要賃での労働刑に処せられる。諸殿は玉音に豚になっても生き抜けと言い残して、労働改造に連行される。大きなお腹で労働に耐える玉音をこっそり手助けしたのは一度は彼女を見捨てた町の人々であった。玉音は谷の手助けで生まれた子に谷軍と名付け、じっと耐えて見守り育てる。1979年、文化大革命がようやく終わり、 玉音の名誉は回復され、家もお金も返却される。帰ってきた、初殿と再び不養賃に赴任してきた、リクニカが同じ船に乗り合わせたのは皮肉であった。まさにその時、不養賃と支部だった王の古い家が川に崩れ落ちてゆく。玉音と初殿の米豆腐の店は、15年前と同じように繁盛している。その前を、もはや正気を失った王が、 政治運動の始まりだと不気味な声を響かせながら通ってゆく。ありがとうございます。